かたんです。ライブぶりですね、皆さん嬉しいです。あえてコンサートお疲れ様、ありがとうございます。ですね、今日はライブについて、ライブ楽しかったクリカ、こんばんは。ライブお疲れ様でした、ありがとうございます。あ、クニさん、タコさん、ありがとうございます。はい、ヤサキス良かったよ、ありがとうございます。妹ちゃん大好き、嬉しい、ありがとうございます。わー、炭酸せんべいさん、かわいい、ありがとうございます。ライブ楽しかったよ、本当に楽しくて、なんかもうリハーサル期間のこととかも全部忘れちゃうぐらい楽しかったです、本当になんかもうすごく、なんだろうな、学んだことが多くて、本当にすごく、いい経験になりました。先輩とか、先輩の皆さんともそれこそ踊ることもできて、皆さん本当に表現力とかがすごくて、なんだろう、私に今すごいなって思うことが今いっぱいあって、それを少しずつ吸収して、次のね、また明日とかの世代交代前夜公演あるので、そこでも活かしたいと思いますイエイ。皆さんめっちゃ優しくするよりキスして褒めてくださってる、びっくりしましたか、出てきた時。あ、富士山ハート、ありがとうございます。しのうさん、だるまさん、ありがとうございますライブはレベルアップの場所でもある、そうですよね、本当に。ルイさんハート、ありがとうございます。あ、ゆかたんをライブで見て気になった、嬉しい、本当ですか、気になってくださったんですか、もっとじゃあ気になってくださいはい、本当に、なんだろう、そうなんですよ、それこそ皆さんとこうしてたくさんの方と出会える機会があったのが本当に嬉しくて、その一人でも多くの方にゆかたんのことを好きになってくださったら嬉しいです。私は本当にゆかたん配信待ってた、あ、嬉しい私も待ってましたあした公演出る、あしたは出ます、はい、出るので、ぜひぜひ配信でも公演でも見に来てください。ゆかたん、こんばんは、こんばんは、かわいい、大好き、私も大好き、本当に道頓森の衣装めちゃくちゃ似合ってました。そうなんですよ、そのね、道頓森がですね、多分オリジナル衣装で作っていただいて、皆さんこう一人一人服の中に色があったの分かりますかね、色があって、それが私は薄ピンクだったんですよ。でそれぞれその踊ってたメンバーさんに合わせて似合う色をつけられていて、すごく私ピンク大好きなのでめっちゃ嬉しくて、ピンクやーって言いましたはい、すごいね、めっちゃ大人っぽい曲ですよね、今更道頓森もう大好きで、気づいたら口ずさんでますね。あ、アミちゃん、花束ありがとうございます、嬉しい。ゆかたんはアイドルオーラがあるわ、本当嬉しい。アイドルオーラってどんなんやろ、こんな感じゆかたん気になりすぎてカメコでも結構撮ったな、嬉しい、撮ってくださってありがとうございます。カメラ、カメコさんのお写真とかも結構もうチェックしてて、もう皆さん本当に撮ってくださってありがたいと思って。やさきす歌って、歌おうかな歌いたいな。やさきすの衣装あるじゃないですか、あれが梅山ココナさんの卒コンの衣装で、もう着れるって知った時は、なんだろう、なんか憧れのメンバーさんの衣装を着れるってなって、もう嬉しくて仕方がなくて、もうとにかくお姉ちゃんの方を見て見て、ココナさんの衣装とか
ってました。はい、とても嬉しかったですね。ね、もうすごく赤い衣装でベレー帽も可愛くて、なんかねベレー帽がトマトカラーじゃんって、あの誰に言われたんだったかな、誰かに言われて、本当だトマトだって言って、うーん、めっちゃなんか好きなものがいっぱいで幸せでした。とにかく、はい、季節外れの真冬の海誘ってくれたのに、あなたは何にも言わずに砂浜を歩くだけ、波打ち際を少し後から私は拗ねながら、背中に赤んべてしたらカモメたちが笑ったね、本当に急に歌い出しちゃいますね。私ね、あとあの本当に歌い出した、本当に歌い出しちゃいました。あと今更道頓堀のいつもより飲みすぎたせいねのところも好きです。なんか良くないですか。ね、私の年に合ってるのか分かんないけど、まあ、ちょっと飲みすぎちゃったなみたいな。皆さんそういうことあるんですかね。フル歌ってもいいねで、歌ってもいいんですか。歌いたいな。優しくよりキスのし、歌うまいよね。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。あとあの2期生の石田由美さんと、あのあえってきちゃった、なんだろう、わかったん、近くにいないよ、あいるよお姉ちゃんいるね。あとあのみーきさんと由美さんの2期生の方と、あの9期生で想像の詩人を歌わせていただけて、はい、もうすごく貴重な経験になりました。あの想像の詩人はあの1位をいるよいないよ、いるよいないよ、どっちかな想像の詩人はあのなんだろう、すごく心に響く歌じゃないですか。だからもうこうおーおーってやってました。浴衣うちは買ったよ、明日の公演当たらなかったら使えないよ、当たりますように、わかたん、浴衣の下に、浴衣の下にいませんいたら、いてほしいな。ワンちゃんシャメ会いて一番多くポーズしたのは何。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんはね、やっぱり犬のポーズを一番しましたね。ワン。皆さんでもいろんなポーズとかをリクエストしてくださって、私もねすごく楽しかったです。なんかどんなポーズにしますかって言って、ワンとか、なんか喜怒哀楽の愛してとかって、うんとか言ってやったり、本当にねいろいろで楽しかったです。あ、皆さんコメントでワンって言ってる、ありがとうございます。明日公演入ります。本当ですか、待ってますあ、くにさん花束ありがとうございます。はいね、なんかすごくまだまだ余韻に浸ってますね。あと浴衣に当たらんかった、当たらんかった、シャメ会が本当、じゃあ今度撮ろう、撮ろうねあ、ハートカムシハムニだ、カフーさん流れ星ありがとうございます。吸気性公演入りたいな、え本当に入ってください。もうねあの吸気性でとどろきミックスの5月2日の方ではあのジェネレーションチェンジを吸気性で披露させていただいたんですけど、17人で踊ったのが初めてで、あの西馬とレオちゃんも一緒に踊って、本当になんか嬉しくて、でもなんか余計心も燃え上がって熱くなって、
もうパワー全開でしたね。それこそパワー全開です。はい、なんかすごくなんだろう、やっぱりセンターのレイポンの表情がすごく素敵ですよね、うん、かっこいい。こんばんは。みんなめっちゃ気合い入ってたよね。はい、もうみんなで頑張ろうな頑張ろうなって言って出ました。こんばんは。はい、あとそうなんですよ、青春のラップタイムでは皆さんの近くで踊って、もう今のねこの皆さん本当にこんぐらいの距離だったんですよ。あーって青春のって言ってて楽しかったです。公演前に浴衣のうちを作っとく。本当楽しみ。そうなんですよ、あのライブでもあの浴衣って持ってくださる方がいらっしゃって、もう嬉しかったですね本当に。あーと思って、思わずねもう見ちゃいました。いろんな方の嬉しいって全部。あともう本当に言いたいことがいっぱいすぎて、もう感謝してもしきれないんですけど、あのコールでも浴衣コール、あの優しくするよりキスをしてでしてくださってて、もう涙が出そうでしたね。気持ちが伝わってきてめっちゃ良かった。嬉しい、ありがとうございます。可愛い、嬉しい。お見送りでワンポーズしたらいいんだよね。はい、ワンポーズしましょう。明日もうちわ持って公園行くね。あ、待ってます、嬉しい。明日昼公園入りよう。浴衣うちはフリフリするね。待ってます。明日楽しみやな。ジェネチェン振りコピ頑張っちゃおうと。え、振りコピするんですか。出てたいうことを言う。若姉さんひな壇でおたくおたに戻ってそう。戻ってそうですね。お姉ちゃんね、なんかでもやっぱりひな壇にいたらすごい、なんだろう、戻った気持ちになりますよ。もう本当にあのミュージックビデオとかの衣装着てたりして、あのすごくだってだってだってとか、もうびっくりしました。かわいいと思って後ろから一緒にだって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 って。若たんとグッドスプーン行くん？え、行きたいです。しのさん、しのさん、ごめんなさい、しのさん、ハートありがとうございます。はい、あのお姉ちゃんは反対側にいたので、あのちょっとね見えなかったんですよ。座る場所が反対で、隣に多分いなかったから、はい、お姉ちゃんの反応見れてなくて、見たかったです。としかずさん、流れ星ありがとうございます。まさしさん、ハートありがとうございます。じゅんいちさん、ハートありがとうございます。ひな壇の浴衣も撮影したわ。本当？食ってね、これめっちゃ楽しかった。配信また見ますね、見てね。初見です。初見さんありがとうございます。旧期生ゆかたんこと青原ゆかです。よろしくお願いします。はい、そうなんですよ。あと冬将軍のリグレットもうね踊らせていただいて、いつの間にか冬将軍って、あのうーかさんがあの最後に振り入れをこうみんなでした時に振り入れもしてくださって、振り入れって言うんですかね、教えてくださって、細かいところすごいと思って、なんか嬉しかったです。すごくルカさんの卒業を聞いた時は本当に寂しくて仕方がなくて、やっぱりこうあの初めて会った時に、私犬のモノマネを本当に初めて YNN でした時なんですけど、うーかさんが
あのビーバーのモノマネの対決をして、その時にすごく緊張がほぐれたんですよ。私が本当にめっちゃその時緊張してて、やっぱり初めての空間だし、もうドキドキいっぱいだったんですけど、ウーカさんのそのビーバーのモノマネのおかげで、もうめっちゃ心がねあったかくなったんですよ。だからもう感謝してて、なんかそうですね、もっとお話ししたいです。はい。あの時からユカタン気になってた。本当嬉しい。あれ見てユカタンが好きになった。え、めっちゃ嬉しい。やっぱり犬のモノマネで好きになってくださった方がいっぱい。ポンポコさん、流れ星ありがとうございます。ミルルンさんやキイちゃんさんに会えた？はい、会えたんですよ。めっちゃ近い距離で。こんぐらいにいらっしゃって、あ、もう嬉しくて、あのミルルンさんとお写真撮らせていただいて、めっちゃ嬉しかったです。こう、もうやばい、本当に可愛くて美しくてね、私もあんな風になれたらいいな。頑張ります。ウィッシュマーさん、ハートありがとうございます。また来ました、お疲れ様です、ありがとうございます。はい、途中下車もね本当に良くて、こうみんなで揺れてましたね、後ろで。接しやすいよね。もうすごく明るいお二人の方で、優しくて、はい、キラキラしてました。今でもよかったの、かわいいぞ、ほんとありがとう。やっちゃんさん、ハートありがとうございます。明日夜公演お邪魔します。ほんとですか、待ってますね。いっぱい、お見送り会でね、またリアクションしましょう、イエーイって。ゆかたのリアクションめっちゃ好き。ほんと？ありがとう。皆さん明日来てくださる方いっぱいいらっしゃって嬉しいな。やっぱり不毛の土地を満開にも夜、あ、昼のリカワでやったんですけど、もう燃えましたね、めっちゃ。最後にパンチをするんですけど、もうドヤ顔でやりました。ゆうみさんと9期生と踊ったんですけど、いやーかっこいいですね、本当に。もうすごい、犬のモノマネの頃から気になってたけど、公演とかライブ見て本格的に推しになった。嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。やっぱり、なんかそう言ってくださる方がいると嬉しいな。コンサートお疲れ様、それめっちゃ可愛かった、ありがとう。なんかね、あんな豪華な階段があって、シャンデリアも2つついてたんですよ、こことここに。嬉しい。はい、なんかあの経験をもとにさらに成長できたら嬉しいです。もっと頑張って成長するので、ぜひ皆さん見守ってくださると嬉しいです。やっと2日間のリカワの筋肉痛と声が治ってきたよ。あ、もうお疲れ様です、本当に。ゆっくり体を休めてください。やっぱりね、本当にコールがめっちゃ聞こえてきました。もうイエーイってすごいなって思ってね、もう本当に心の底から感謝です。今回一番苦戦したダンスは何かな。苦戦したダンスか、全体でこんな、ソロじゃない、間違えた、本当に NMB48 のメンバーの皆さんでやった、全体のダンス、欲望者の前にやったダンスがめっちゃ難しかったですね。もう右も左も分からず、これ今何やってんのか分からんと思って、はい、結構苦戦したんですけど、もう9期生とかでもお互い集まって教え合って、なんとか
はい、できました。やっぱりね、すごく初めてだったので、初めて見る踊りとかも多くて、それを吸収するのが難しかったですね。でもやっぱりそれを通したら自分的にもめっちゃイケイケになったなって思って、だから良かったです。アミタもそのダンスって言ってたよ。アミタも言ってた。アミタほんまに可愛いね。アミアヤほんまに可愛いですよね。二人とも MC で特技披露してて、あやみはケイちゃんさんの似顔絵を描いてて、周りも可愛かったですね。アミタもバトンくるくるしてね、もう二人とも本当に抱きしめたくなっちゃう。可愛すぎる。大好きやで、ほんまに。しのさん、ペンライトありがとうございます。夏コンはさらにパワーアップした浴衣見れそうですね。はい、パワーアップできたら嬉しいです。もうどん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 レベル上げて頑張ります。はい。この間のシャム会、浴衣の言葉めっちゃ嬉しかったです。ありがとうね。ありがとうございます。将来有望すぎる。本当ありがとう。ね、はい、なんかもう毎日毎日ね、レベルアップできたら嬉しいですね。頑張ります。浴衣見守りたい。見守っててください、ずっと。はい、配信でコンサート見てたら浴衣ソロで出てきてびっくりしてました。本当ですか。なんかね、私もさっき配信を見たんですけど、あれですね、ビョーンって出てきましたね。でも本当に後ろでめっちゃ緊張してて、あ、やばい、ほんまに緊張すると思って、でもよしと思って出たら、皆さんね、あったかく見守ってくださってて、うん、めっちゃ安心しました。おかげで歌えましたよ。よかった。休憩生はステージの高いところが多かったから、高くて怖くなかった。あー、確かにここ高かったですよね、場所が。なんかでも、いや、なんだろう、2階席と3階席の皆さんとかとなんかより距離が近くなって楽しかったです、個人的には。あー、距離近くなってると思ってルンルンしてました。ヒロさん、流れ星ありがとうございます。ちょっとレオちゃんのルーム行ってきます。あー、行ってらっしゃい。レオちゃんも配信してるんや。りょうちゃん、アミアはうちのことをないだし。そうなんですね、中学1年生か。ゆかたん大好き。私も大好きです。イイ、こんばんは。こんばんは。くにさん、ペンライトありがとうございます。よっちゃんさん、ハートありがとうございます。早くまた公園行きたい。来てください、ほんまに会いたいです。アミタン好きなメンバーユミさんって言わなかったのずっと後悔してた。かわいい。私もそれ見てたんですよ、ひな壇から。もうユミさんの怒り具合がめっちゃ面白かったですね。もうやっぱりアミタンのことね、めっちゃ大好きやから。わかる。でももうアミタンね、ハマっちゃいますよね、もう好きすぎて。わかる。夏コンもそれ聞きたい。あ、本当ありがとうございます。ゆっちゃんさん、だるまさん、ありがとうございます。通行さん、だるまさん、ありがとうございます。もう休憩生はでは浴衣推しだわ。本当推しになってくださいね。ありがとうございます。デコパンマンさん、かわいい、ありがとうございます。3階席、浴衣走って取りすぎた。走っちゃった、めっちゃね、なんか走っちゃったかな。でも皆さんの顔見えましたよ、だいぶ。あ、見えるって。はい、浴衣明日の夜の公演行きます。待ってます。ウィンクしてください。ドリアン少年でね、できるようになったんですよ。
できてません。ダリアン少年、はい、アンコールはめっちゃくしゃみです。やばい、セーフセーフ。ちょっと待って、くしゃみの飛び方わからん、やばい。ちょっとね、くしゃみするわけにはいかんからセーフです。あ、あ、流れ星カムサハムニだ。くしゃみ待機、くしゃみ待機しないでください。止まりました、今頑張って止めちゃいましたよ。ジュイジさんハートありがとうございます。下向いてくしゃみしちゃう、 下向いたらくしゃみ止まるのかな。でもね、私くしゃみの癖本当に強いから、ちょっと耐えないとね、皆さんびっくりしちゃいますよ。なんかフィクションみたいな。かなさん流れ星ありがとうございます。はい、ね、なんかあとは何やろ、あ、夢中人とかもめっちゃ楽しかったです。皆さん、あの、私階段で踊ってたんですけど見えましたか。あの、じゃあ、じゃあ、じゃあ、最後のここのこうやって跳ねるところが楽しいですね。いつもここのやったらもうルンルンでこうやってやってます。花粉症ですか。花粉症です。みんな待ってるで、くしゃみ待たないでください。余計気になる。待って、皆さん余計気になっちゃってる。今来た、あー、こんにちは、ゆかたんです。イエーイ。ね、9時までのがめっちゃ悲しいです。私もう早く10時までしたい。ね、7月12日の誕生日が来たら10時までできるので、その時はいっぱいお話ししましょうね。本当に、よかったら夢中人のポーズ似合う。ほんまに、やった。あの、渚さんの、あの、夢中人の服が壁紙の色っていうのがめっちゃびっくりしました。すごいと思って。あっくん、たこさんありがとうございます。よっちゃんハートありがとうございます。55分だよ、本当？じゃあ読みますね。あの、じゃあライブランキングいきます。13位、よっちゃんさんありがとうございます。かちこい楽しや。12位、しのんさんありがとうございます。ありがとう。11位、じゅんいちウィッシュマンさんありがとうございます。いつもいちありがとうございます。11位、ポンポコさんありがとうございます。ありがとう、いつも。9位、まさしさんありがとうございます。いつもありがとうございます。8位、としかずさんありがとうございます。いつもありがとうございます、本当に。7位、ゆかのそやバーム膝枕。ゆかですか、膝枕。わかりました、膝枕ですね。6位、カフーさんありがとうございます。5位、アミさんありがとうございます。 ありがとうございます、動画もありがとうございます。4位、富士さんありがとうございます。いつもありがとうございます。3位、炭酸せんべいさんありがとうございます。あの、お写真もありがとうございました。3位、炭酸せんべいさんありがとうございます。写メ会で嬉しかったです。2位、王さんありがとうございます。カムサハムニだ、いつもありがとう。1位、くにさんありがとうございます。いつもありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。イエイ。ありがとう、初見だったけどありがとう、ありがとうございます。浴衣のことぜひ皆さん覚えてください。はい、これからもね、頑張ります。なぎちゃん、なぎささんは宇宙人やで。宇宙人のこれつけてましたね、めっちゃ可愛くてもうびっくりしました。可愛すぎると思ってね。あの、パピロッパピロッポーがちょっとツボすぎて、もう、あの、めっちゃ最高でした。あの、私も喋りたかったですね、パピロッポーパピロッポーを。あの、なぎささんの宇宙語を解読できるように頑張ります。やっぱりゆかたの話し方は癒し、本当嬉しい、癒されちゃってください。
一瞬ゆかたんも宇宙人かと本当宇宙人かな。じゃあ私もちょっとね宇宙人の進化できるように頑張ります。ゆかたんの矢先すぐめっちゃ可愛かったで、ありがとうございます。忙しいで、嬉しいな、ゆかたん癒しって言ってくださってるみんなを癒したい。またオンラインよろしくね、よろしくお願いします。嬉しい矢先す泣いた、本当にありがとう、泣いてくれるの嬉しい。もうゆかたん宇宙人似合いそう、宇宙人、宇宙人、うん、いつかお姉ちゃんとのコラボも見てみたい。え、お姉ちゃんともまたコラボ配信したいですね。ちょっとまた呼びますね明日頑張ってね、頑張ります、ありがとう、おやすみなさい。じゃあゆかたんはもうすやすや眠りたいと思います。はい、明日のね公演のためにも準備万端でエネルギー 100% で頑張ります。皆さんぜひ見てください。あれ切れてない、あ、ごめんね、おやすみなさい。